どうもおはこんばんちは、明人です。アレクシア続き読んでいきたいと思います。始業の前の朝のホームルームのチャイムが鳴った。皆さんに話があります。皆さんはディスレクシアという障害を知っていますか？いえ、障害といっては語弊ですね。ディスレクシアという個性を皆さん知っていますか？ざわつく教室。いきなりディスレクシアと言われても何のことかわかりませんよね。私も深くは知りません。ディスレクシアというのはですね、文字が読みづらい個性のことを指します。目が悪いとかそういうものではなく、脳が文字を認識しづらい構造に生まれつきなっているものなんです。生まれつきハンデを背負っている人がこの世にはたくさんいます。先生が僕の方へ手を向ける。実は彼は生まれつき文字を読んだり書いたりするのが困難な個性を持っていたのです。上条君は今まで黒板の文字とか読めなかったんだよね。はい。上条君には今までどんな風に黒板の文字が見えていたの？まあ言いにくいよね。ありのまま思った通りに言ってくれればいいよ。歪んでどっかに文字が飛んでいってしまうような、そんな感じです。ありがとう、答えてくれて。皆さん聞きましたか？これがディスレクシアの症状です。上条君は実は文字を読むのが苦手で今まで苦労してきました。ただ文字を読み書きするのが苦手といっても理解力は普通にあります。私たちと何も変わらないのです。世の中には私たちにはないハンデを持つ人がいますけれども、そういう人たちも立派な人間です。私たちの仲間です。なのでこれからも変わらず皆さん仲良くしましょう。先生は良かれと思って話をしたのだろうが、クラスの大半は先生の話を聞いていそうになかった。まずお前は俺に謝れってな、先生よ。授業はいつも通り行われた。もっとちゃんと謝ってほしいよね。ただ僕には、板書の内容がまとめられた先生のノートのコピーが渡されるようになった。ノートを取ることができないことへの配慮なのだろう。プリントを使う授業でも案の定空欄に全て文字で埋まっているプリントが渡された。これもノートと同じ理由なのだと思う。板書が苦手だから板書する必要がないようにしてくれたのだ。僕は正直言って嬉しかった。ノートを取るという動作がいかに神経をすり減らしていたといたことか。そして写せなかったノートを周りからももらおうとする苦痛、一気にそれらが解消された。よかった、これで楽ができる。いや、本当に良かったのだろうか。確かに楽にはなったけれど、それってただ単にのけものにされているだけなんじゃ。最初から完璧に埋められたノートとプリントを渡されるようになったのは、僕がみんなの足を引っ張らないようにするためなんじゃないか。どの先生も僕のペースに合わせようとはしない。僕のペースに合わせたら授業の進みが遅くなってしまうから。だから板書する必要をなくしてみんなのペースで授業を進める。何なんだよそれって。僕は仲間じゃないのか。まあそれは難しいよな。でもな、だからといってねえ、一個一個合わせていくってのも難しいだろうし、先生もね、上条くんだけを見てるわけじゃないから。まあ配慮はしてくれてるのは確かだし、授業も休み時間も別に何かが変化したわけでもない。クラスメートはいつも通り他のクラスメートと仲良くおしゃべりをしているし、誰一人として僕と目を合わせる人はいない。ディスレクシアと判明して一体何がどう変わったというのだろうか。怒鳴られることはなくも結局僕は邪魔な存在でしかない。ホームルームが終わると僕はすぐさま荷物をカバンに詰めて教室を後にする。居心地が悪かった。あ、ゆうくんだ。
にっこりと微笑むお姉さん。そうだ、僕にとっての居場所はここなんだ。まあ、若干ちょっとひねくれてる部分はあるっちゃあるわ。よし、神社君はな。うん。学校に僕の居場所はない。僕の居場所はきっとここなんだ。どうしたの？ほら、早くこっち来なよ。まあ居場所ってのはなかなか難しいけど、ねえ、自分で作るもんでもあるからな。作ってもらうっていうよりはどっちかっつったらな。まあはい、自分で動かなきゃ何にも変わらないしな。お姉さんは腰を横にずらして僕のために席を作ってくれた。たくさんのメダルが輩出される。相変わらずユウくんはメダルゲーム上手だね。そんなことないですよ。そっかな。僕なんかまだまだですよ。お姉さんの方がお上手です。ユウくんはお世辞が上手だね。いつも笑顔なお姉さん。彼女と過ごす時間は今の僕にとってとても大切だ。そういえばお姉さん。ん？どうしたの？言うのを忘れていたんですが、昨日はここに来れなくてすみません。ああ、大丈夫だよ。実は私も昨日はなんか忙しくてゲーセンに寄れなかったんだ。実は昨日ディスレクシアの検査を受けてきたんですよ。お、早速検査受けてきたんだね。お姉さんの言った通りディスレクシアでした。やっぱりそうだったんだね。お姉さんのおかげで少し自分に自信が持てたんですよ。今までずっと自分はダメ人間だと思ってきたので。そんなことないよ。ユウくんはダメ人間なんかじゃない。ほら、だってメダルゲームでこんなにメダルを取れるんだよ。まあそうですけど。あ、でもユウくん、私の名前いつも忘れちゃうからやっぱりダメ人間かもね。そんなことないですよ。まなみさん、ほら、ちゃんと覚えていてくれたんだね。よかった。不意に頭を撫でるお姉さん。柔らかい甘い匂いが広がる。あれ、顔赤いけど熱でもあるの？ないです。え、そうかな。おでこに手を当てるお姉さん。自分と同じくらいの大きさの自分よりも柔らかい手。ますます体が熱くなってしまう。これまずいよ。ユウくん、スポーツドリンク買ってくるからここで待ってて。大丈夫ですよと言い切る前にお姉さんは自販機の方へ行っていった。熱ではないことは分かっていたが、この暑さをどう説明したものだろうか。お待たせ。考える間もなくお姉さんがやってきた。はい、これ飲んで。お姉さんの言う通りにスポーツドリンクを飲む。具合大丈夫かな？全然大丈夫ですよ。もうちょっと遊んでいきましょうよ。そう？ちょっとさっきのは、なんていうか、お姉さんが近いから。なるほど。何かを察したようににやりと笑うお姉さん。ユウくんのエッチ。違います。私のこと好きなんだね。わかった、わかったよ。好きなんて一言も言ってませんよ。え？ユウくん、私のこと嫌いなの？そういうわけじゃないですけど。冗談だよ。メダルゲーム、もうちょっとやっていこっか。はい。
つもありがとうね。いやいや、お姉さんと一緒にいるのすごく楽しいです。嬉しい。私もだよ。お姉さんの返答になんだか照れくさくなる。今日はもうここで解散だね。気をつけて帰るんだよ。はい。その、また明日も一緒にメダルゲームしましょう。大丈夫だと思う。よかったです。それじゃあまた明日ね。いつもの場所でいつものように手を振り帰っていくお姉さん。僕もお姉さんに手を振り返した。どうしただろう、すごく胸がズキズキする。さっきの沈黙は一体どういう意味なんだろう。もしかして本当は予定があったとか。おかえり。家に着くと玄関にお母さんが立っていた。けれどお母さんは詳しくは聞いてこなかった。きっと僕が今まで感じていた苦痛を分かってくれたからだと思う。ディスレクシアだから気を使ってくれているのだ。いや、ただ接し方が分からないだけなのかもしれない。それでいい。もう一週間近く帰りが遅かったから、そろそろお姉さんのことが母に見つかってしまうんじゃないかとどこかしら不安はあった。お姉さんの存在が分かってしまったら、僕は多分もうあの場所へは行かせてもらえない。海明中学のお友達じゃない大きな知り合い。お姉さんはお母さんがすれば不審者も同然だ。その不審者といつもゲームセンターに行っているとなれば、きっとお母さんの監視の目はもっと厳しくなるのは間違いない。けれど、お母さんはもうそんなこと聞いてこないだろう。ディスレクシアが盾になってくれているのだ。自室に戻ると、僕は気力が湧かずにベッドに横になってしまう。天井をじっと見つめるが、特に感想が出てこない。体の向きを変えて机の方を見る。一枚の紙。デカデカと汚い字で、お姉さんの名前が書いているそれを手に取って見てみる。最近家でろくに勉強していないから放置してもあらったな。どうして勉強したくなったんだっけって考えるまでもなかったな。ディスレクシアだから。前は勉強しなくちゃ不真面目と思われたし、先生にもお母さんにも怒られただろう。でも今は勉強しなくても別に何も言われない。文字が読み書きができないんだから仕方ない。努力不足が原因だと思われて今まで散々苦労してきた。でも原因が障害だって分かったらだ、僕はみんなと同じ土俵に立つことを許されなくなったんだ。いくら勉強をしても無駄。たとえ目の前のテストが簡単になったとしても、それは結局どこかで、つまずく。父が言っていた勉強の大切さ。多くの大人は勉強すればよかったと後悔するらしいが、まともに勉強できない僕はもはやその後悔すら許されない。僕は生まれつきダメだったんだ。後世なんてバカバカしい。僕は不良品なんだ。学校でも結局僕は誰かの足を引っ張る存在でしかない。お母さんもこんな僕を内心邪魔だと思っているかもしれない。厄介になり続けるだけの無能。僕が生きる理由って何？どうして、僕はどうして生きているの？机の上の紙を手でゆっくり撫でる。汚い字で書かれたお姉さんの名前。お姉さんは僕に手を差し伸べてくれた。こんな僕を受け入れて居場所をくれた。どうして僕は生きているの？きっと僕はもしかしたらお姉さんに会わなかったら自殺していたのかもしれない。今僕が生きているのは紛れもなくお姉さんとの出会いがあったからなんだ。学校で起きたことなんて何一ついいことがない。毎日のように繰り返される儀式。先生が前に立って教科書に書いてあることはみんなの前で読む。それが黒板に模様を書いて生徒たちに写させる。休み時間になると生徒は各々の仲良し組でおしゃべりをする。そんな慣習。
授業つまんないよね。前原先生マジねえわ。そんなことを言ってる人たちはなんでこんなところに来ているのだろうか。嫌なら行かなければいいのに。まあ真面目な人間だからか。そんなことは至極どうでもいい。今日もあっという間に放課後を迎える。ホームルームが終わるといつも通り僕はすぐに下駄箱へとかける。少しでも早くお姉さんに会いたい、そういう気持ちが強まっていた。ゲームセンターへとたどり着く。僕はいつも通りお姉さんのいるメダルゲームコーナーへと足を運んだ。あ、お姉さん、こんにちは。ああ、ゆうくんか。じゃあ、今日もメダルゲームして遊ぼう。ん？おかしいな。いつも見てきたお姉さんと違って、今日はやけにテンションが低い。お姉さん、なんかありました？うん、何もないよ。本当だろうか。ごめんね、心配かけちゃってさ。いえ、でも何かあったら言ってくださいよ。僕にできることがあったら頑張りますから。そっか、ありがとう。にっこりと微笑むお姉さん、けれどその笑顔は果たして本物だろうか。いつものようにメダルゲームをする。メダルゲームをしている間はいつも集中しているためか口数が少ない。けれど今日はなんだかいつもと違う気がする。チラッと横を向く真顔のお姉さん、一体どうしてしまったのだろう。沈黙がつらい。お姉さん。まあ、いえ、その、メダルゲーム楽しいですよね。ああ、うん。ああ、ごめんごめん。ちょっと考え事してて。うん、メダルゲーム楽しいよね。どうやらメダルゲームに集中していたみたいだった。考えてみれば当たり前のことじゃないか。荒ぶった表情。どうやらお姉さんの方にあったメダルがなくなってしまったらしい。あの、僕のメダル使ってください。勘違いしているようだけど、それ私のメダルだからね。あ、はい。お姉さんってこんな性格だったっけ。ごめんね、ゆうくん。こんなの、いつもの私じゃないよね。ごめんね。そのメダルは、ゆうくんが使ってくれていいよ。私はもう、これで帰るよ。え？席を去ろうとするお姉さんの手を僕はとっさに掴む。待ってください。お姉さん、一体どうしちゃったんですか？今日、なんだか変ですよ。そうだよね、自分でもそう思う。お姉さん、何か悩みがあるんじゃないですか。僕でよければお姉さんの悩み聞きますよ。にっこりと笑うお姉さん。大丈夫だよ、私はゆうくんとこうやってメダルゲームできてそれで十分だよ。そんな、僕はお姉さんに悩みを聞いてもらってすごく助かったんです。お姉さんが僕を受け入れてくれたように僕もお姉さんのことを受け入れるから。だから、自分でも驚くくらい言葉が出た。お姉さんが抱えている悩みは一体何なのかわからない。だけどお姉さんならどんな悩みでも聞いてあげられると思った。ゆうくん、ありがとうね。でも大丈夫、今日はちょっと疲
疲れちゃっただけなのかも。明日はきっとちゃんと元通りだから。ゆうくんは別に心配しなくてもいいよ。そうですか。うん、じゃあ今日は私は先に帰るね。待ってください。うん、そのメダルはゆうくんの好きに使ってくれていいよ。そうじゃなくて。うん、ああ別に返さなくていいからね。そのメダルは全部あげるから。違うんです。ゆうくん何を考えてるか私全然わかんないよ。いいじゃん、だってメダルゲーム好きでしょ。心の拠り所なんでしょ。じゃあありがたくもらえばいいじゃん。一体何が違うっていうの。強い口調が僕の心をえぐる。僕はお姉さんとメダルゲームをするのが好きなんです。一人でメダルゲームをするくらいだったら僕はただ僕も一緒に帰りたいです。お姉さんといたかったのだ。そっか、ごめん。てっきりゆうくんはメダルゲームやってから帰るんだと思っちゃってさ。いいよ、一緒に帰ろっか。結局残ったメダルは僕のものになった。繁華街から住宅街、特に話をすることもなく僕たちは駅周辺の街から離れていった。いつもだったら話しかけてくれるお姉さんだが今日はとても静かだ。お姉さんの言っていた通り今日は調子が悪いだけなのかもしれない。けれどこの沈黙か足音だけの帰り道がすごく不気味に感じられた。何か話さないと、そんな気持ちが高まる。お姉さん。ワンテンポ遅れてお姉さんが返答する。ん、まあ、お姉さんって勉強得意ですか。思いついたことをそのまま聞いてしまった。得意って言ったら得意かもね。テストは学年で20位くらいかな。私の通っている高校ってね、2駅ぐらい向こう側にあるんだけど、一応進学校なんだ。進学校で学年20位、果たしてそれがどれだけすごいことかわからなかったが、おそらくすごいことに違いなかった。ゆうくんは勉強得意って聞くまでもなかったね。だってディスレクシアだもん。あ、でも急にどうして勉強の話なの。なんとなく気になって。そっか、まあ私ゲームセンターで遊んでいるような人だから頭があまりいいようには見られないんだよね。でも残念、実は勉強は得意なんだ。20位ってすごいですよね。僕なんか最下位ですよ、いつも。ゆうくんはディスレクシアだから仕方ないよ。学校のテストはどこもみんなペーパーテストだから、 LD 障害の人にはとてもやりづらい環境だと思うな。そうですね。私はむしろペーパーテストの方がわかりやすくていいんだけどね。でもゆうくん、学校に通っている以上は勉強はずっとついて回るものだよ。そうですよね。こうやって私と毎日メダルゲームしてて、ゆうくんは本当に大丈夫なの？たまに思うんだ。もし私のせいでゆうくんが良くない道を行ってしまったらどうしようって。こんなやつと一緒にいたらゆうくんどんどん堕落していくんじゃないかな。そんなことないです。僕はお姉さんと出会ってから前向きになれたんです。ディスレクシアだってお姉さんが僕に教えてくれたじゃないですか。僕はそのおかげで理不尽な怒られ方をしたくて済むようになったんです。そっか。はい、よかったね、ゆうくん。はい、
何度も見てきたお姉さんの作り笑顔、何とも言えない空気感に黙り込んでしまう。今日はここでお別れだね。はい。気をつけて帰るんだよ。軽く手を振るとお姉さんはそのまま家の方へと歩いていった。僕と電灯の光が作り出した僕の絵画だけが取り残された。ゆっくりと自宅の方へ歩いていく。今日のお姉さんはいつものお姉さんらしくなかった。どうしてだかはわからない。だけどお姉さんは何かを隠している。どうして話してくれないんだろう。悩みは人に言った方がいいものなんじゃないのか。自分だった。そうだ、自分だって文字が読めないことを最初お姉さんに話せなかったじゃないか。学校でひどい扱いを受けてきたことも、努力不足だと言われ続けてきたことも話さなかったじゃないか。きっと時間が必要なんだ。お姉さんにだって言えない悩みはある。お姉さんが話すまで待とう。家に着く。ただいま。優雅、おかえり。今日も遊んできたの？うん。そっか、最近不審者がよく出るらしいから、あまり帰りは遅くならないようにしてね。あ、分かったよ。不審者ね。この間叫んでいたおばさんの頃だろうか。はい、というわけでね、じゃあ今回はね、時間もいいんで、今回一旦この辺でね、終わりにしたいと思います。次回もね、よかったら、また見に来てくれると嬉しいです。それでは。